い、皆さんこんにちは、ラナ先生です。それでは紹介いたします。トレストライカートレーニングの太郎コーチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、ありがとうございます。元プロで特定の太郎コーチなんですけれども、私今日絶対伺いたいなって思ってた、面白いなって思ったことがあって、これをねぜひ JSSP のみんなに聞いてほしいなって思ったことがあるんですけど、さっきもちょっと言ったんですけど、太郎コーチインドに行かれてた時期があったんですよ。でそのインドに行かれてた時期、食食べることについて価値観が変わった、考え方、食べ物に対しての考え方が変わったっていうのをこの前ラン先生伺ったんですよね。でそれについてちょっと詳しく伺えたりしますか？まあ、みんなもそのいただきますっていうその言葉あると思うんですけど、まあ、よく会う時に聞くんですよね、はい、そうすると作ってくれた人とか、自分もそうでしたし、お母さんにいただきますって言ってるとか、そういったのを思っていたんだけども、やっぱりそのインドに行った時に、やっぱこの鳥がさばかれてたりとかの街中で目の当たりにして、目の前で見て、これは命をいただいている、命をいただいている、はい、でやっぱり生かされている、自分たちが今